はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて今回使っていくデッキはこちらの楽しい楽しいシールドトリガーデッキになっております。こちらのデッキなんと30枚がシールドトリガー、4分の3がもうシールドトリガーなんで、大体シールドトリガーがね出るというデッキになっております。でこのデッキのね、主役っていうかメインヒロインですね。メインヒロインがこちらのメンヘラブライゼナーガちゃん、ご存知ブライゼナーガちゃんですね。彼女はメンヘラドジッコなんで、まあ、すぐリス化します。バトルゾーンに出た時、自分のランダムなシールドを3つを手札に加える、まあ、出ただけで、シールドを3枚割ってしまうというメンヘラドジッコ具合、まあ、でも6マナね9000ダブルブレイカーは結構強いかなという感じで、でこんな彼女に振り回されるのが、ダクマくんですね。彼氏のダクマくんです。攻撃するとき自分の山札の1枚目をマナゾーンに置いて、さらにもう1枚をシールドに加える。だからシールドが増えますね。シールドが増え、さらにワンドローできると。で自分と相手のシールド1枚付きパワーをプラス2000パワードブレイカー、シールドが5枚ある状態で殴ると殴るときにシールド1つ増えて6枚になって、ちょうどトリプルブレイクが狙えるぐらいになるかなっていうダクマくんですね。はい。でさらにこいつらはねちょっとね召喚要因があるんで、その召喚要因なくすためにマイキーのペンチくんを入れております。自分の自然と闇のクリーチャーが全てスピードアタッカーを得られるんで、ブライゼナーガで出てきた、クリーチャー、こういうのですね、シェルキャノンだったり汽車男、こういうやつらも、マイキーのペンチで一気に殴れると。でダクマくんも速攻でね、殴ってシールド増やしに行けるという、まさにシールドトリガー、パラダイスデッキになっております。じゃあ行きましょう。今回もメンヘラブライゼナーガちゃんとダクマくんと共に勝利をつかみに行きたいと思います。黒城、俺とデュエルしろ黒城。さあ行くぜ黒城、お前にメンヘラを押し付けてやるからな。さあ来ちゃおう来ちゃおう来ちゃおう、来ました、来ました。さあ黒城、おめえどんな手札してんのか見せろや。黒城アクアサワーか、お前もトリガー全盛りで、あこれはいいですね。とりあえずナチュラルトラップ埋めさせてもらいますよ。まだわからねえだろ、俺のデッキがトリガーデッキだということ。貴様は気づいていないようだと見えるが、スライダー青いね、まだまだ青いよ君は。あーこれどうしよう、スパーク埋めちゃうか。スパーク埋めて、これまだ普通のデッキ、まだまだどこにでもありがちなデッキなんでね。おー、トリガーデッキか。トリガーデッキではなさそうか。なんだこいつのデッキは。黒埋めときてえな。汽車をまあ1枚あれば十分なんで、汽車を、うわーマナに埋められそうな気がする。あーデーモンハンド埋まってくれたのはまあ助かるけどね。はい、こちらのターン、シェルキャノン、どうしたらいいんだい、シェルキャノン埋めちゃうのよ。はい、これもうキーカード抜きます。自分キーカード抜きます。発射します、発射します。わおいいカード抜いたね。それはいいカード抜いたね。あいつシークレットガルズアークなんて持ってやがりましたか。ルピカス埋まって、あでもこれなんか出てくる、なんか出てきちゃう、なんか出てきちゃう。よいしょよいしょ、なんか助かってる、なんか助かってる、まだ助かる。ここマダガスカ、あ、ちゃうって、ホーリースパークで次あいつ殺さないとダメ。いや大丈夫大丈夫、とりあえずマナを加速しよう。何はともれ、赤埋まれ、赤埋まってくれないと、もうやばい。なんで未だに赤が引けない。ちょっとホーリースパークで次あのクソ鳥殺すまであるな、クソ鳥殺さないといけないまであるな。向こうドラゴン引けてないんちゃうん。赤ガードあるの、あーバウンスされーの、ルピコーノはまずいよ。うわー発射するな、発射をするな。うわそれ抜くんじゃねえよてめえ、よりによってよ。何してくれやがる。あいいですね、あいいっすね、いいっすね、あいいっすね、うん悪くないですよ、うん悪くない、実に悪くないですよ。黒城くん、ドラゴンは引けたのかな黒城くん。さあうおー流されるけど、そう除去ってくれるのは全然いいけど、あいつはめちゃくちゃドローしてくる。まあいいでしょう、関係ないね。アクアガード、アクアガードはブロックしてくる、これどうしよう、なんかすごい除去られる。いや俺攻めるけどね、攻めていいのか、攻めていい、攻めろ攻めろ攻めろブライゼナーが、攻めろ。本当はマイキーのペンチが欲しかったけど、攻めるしかねえよ。やるっきゃねえよな、全部出動だ全員出動うー全員出動、いいですよ、いい感じですよ、気持ちいい気持ちいい。メガラブライザーの赤ちゃん、気
よし、バジラ落としたのでかい。バジラ落としてやりましたよ。おい、これブロックすんのがでめえよ。ブロックしなさそうだな、こいつ。ブロックすんのがでめえよ。ブロックしねえだろうな。4枚になりましたけど。4枚ブレイクでかいぞ、これ。4枚はお前止めきれねえんじゃねえか、この野郎、お前。ここ返すんのかよ、黒城。なんかあるデモハンぐらい引いたか。バーストショットは、お前のブロックかもしれんけどね、俺ね。まあでも、こっちのクリーチャーも除去られてしまう。これ強いよ。これだいぶ強い。ホーリースパークで勝ち。ホーリースパークで勝ち勝ち。ここ勝ちだ。小口諦めてくれ。俺のデッキは強いんだ。止まらねえ。赤サファー戻されるのは多分ダクマくんかな。さすがにダクマくんだと思う。いやでもこれは多分、トリガーにかける。うわーピエール。ピエールさん。やってきたんですね、ピエールさん。でもスパークで終わりかな。スパークは使わなくても終わってほしいので、ここで、破壊するクリーチャー、はい、こいつ、タップするクリーチャー、こいつ、終わります、終わらせます、終わらせマンモス、いきまーす、黒城ダイレクトアタックよし、決めろ。うわ、トリガーを引いただと、うわ、デーボハンドだと、なんて運のいい野郎だ、黒城、黒城、やってくれるな。でもこれもう、ホーリースパークで俺の勝ちだ、お前、諦めろ、お前は、ネオブレイン、いや、引け、とりあえずブロッカーを引いてるのか、お前。いや、ブロッカー来ても、コッコロピアからの5マナまで出るな、5マナまで。あ、ブロッカーか。いや、ブロッカーなら全然いける。悪いな、国城。終わりです。国城くん、終わりですよ。悪いですね。私の敵はあまり舐めない方がいい。ほら、リストカット、お前もリストカットしてやる。国城、手首をよこせ。よーし。圧倒的パワー。どうだ、見やがったか。シールドをいくら割ってもダクマくんが回復してくれる。割りたい放題だぜ。シールドトリガー最強。白王様、よし、白王様に見せつけろ、お前のリストカット。ブライゼナーが白王様に精神的ダメージを与えるんだ。僕のせいであの子はリスカをしてしまった。あー、どうしようこれ。とりあえずデーモンハンドじゃない、もう普通のデッキに見せかける作戦。うん、白王様もね、これには黒入りの普通のデッキでしょ。エーストールシールドをいっぱい埋めてくれるのはね、私にとっても好都合なのだよ。白王くん、白ちゃん、さあ置いて、白ちゃん、さあどうするんだい。俺の手札重すぎる。向こうモーストアッチ、いやよ、いやよ、いやよ、兄さん許して、いやよ、いやよ、ナチュラルトラップ行くわ。あー、コントロールデッキくせえな、てめえのデッキ。あー、うわわ、これハンデスするとやられる。やれやればやられる。ホーリースパーク埋めていいか、これ。いや、リクいらない。こいつ攻撃してこなさそうだから。で、こいつシールトリガーデッキ、そろそろ気づく。勘のいいガキが嫌いだよ。勘のいい、ゴーストタッチ埋めて、飛車を、うわ、やめてくれめす。やめ、あら、お前のこんな目に許さねえぜ、てめえ、これ。おい、何してくれとんじゃ、悪い、これ。ホーリースパーク2枚目埋めていいんか、悪い。埋めていいね、これは。いや、何もできない。何もできずハンデスされて死んでいく。こんな世の中じゃポイズン。よし、どっちが助かる。テンペストザウルスを出したい運命だったから、テンペストザウルス出したい運命。あー、もう汽車はいい。でもテンペストザウルス盤面取る、盤面。でも盤面取る意味があるのか分かんないけど、このデッキ相手に盤面取る意味が果たしてあるのか分からないけど。で、多分除去札を握っている。スパークか、なんだ、てめえの切り札が一向に見えねえけど、出してやるよ。おい、切り札捨てろ、切り札捨てろ、てめえ。おいおい、発射してんねん。いや、これ殴らない方が絶対よくて、これとりあえず殴らない方が絶対良い。中サーファー、いや、大丈夫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 、ハンデス効果発動しないから強い。全然いいっすよ、全然いいっすよ、全然。シェルキャノン強い、シェルキャノン強い、シェルキャノン強いけど、向こうがデーモンハンドは多分持ってそう。デーモンハンド持ってそう、全域だから、向こうは。多分除去られるんだよね。ボルバルザークはちょっとまずいか。ナチュラルトラップで埋めてきたのは、まあまあ。まあ、7マナでこっちもね、あるので、これボルバルザークか、君は。困ったな。ナチュラルトラップ、1体ぐらい埋める？埋めちゃう？埋めよう、こいつ。埋めます。拙者。拙者、こういう使い方していいのかわからないけど、これ、また引けるんで、ナチュラルトラップ級の、ガチ強カードいっぱい引けるんで、まあいいでしょう。ボルバル埋めてるから、もう1枚手札にも、うおーおーおー、俺と同じデッキタイプ、やばい、これ一瞬で葬られる可能性
ありますね。ありますあります。とりあえずクリーチャー横並びさせとく。向こうも多分トリガーが強いんだ。同じタイプのスタンド同じタイプのスタンドだからちょっとまずいっすよ。で向こうもそれが分かってるから殴りづらいはず。ナチュラルトラップ埋めてくる。そうこれねクリーチャーの数をね減らすのが重要このバトル。絶対殴ってくる。スライダーでこれ多分殴ってきそうだな。殴ってくんのかお前。お前やんのか。お前やんのかこの野郎。お前変わってこいよ。やばい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 。4枚ブレイクマジまないっす。であいつの除去れればいい。デモハンド来てくれ。デモハンドとりあえずデモハンド。あーホーリースパーク全部使おう。全部いきます。参ります。全部参ります。全部参ります。はいハンデス。なかなかやるね。ありがとうなす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 。ハンデス。うわうわびっくりした。あれあいつ出てこないの。あいつ出てこないの。あいつ出てこない。あそう開いてたんだから大丈夫だったわ。開いてたんだから大丈夫だった。じゃあ俺も見せなきゃいけないな。俺も見せるしかねえこのカードをよ。行くぜおい。行くぜおい。ポポー向こうのこれこれこれアコアコ来いよ。おい真っ向勝負しようぜアコ。てめえ殴ってこい。うわー久しぶりのアタックだ。違うクリーチャー一体。あそっか大丈夫そういうことか。除去しに来たのか。なるほど貴様は除去しに来たのか私の。あートリガー増えまくリングなんだけど。トリガー増えまくリング白尺。あ多分デモハン来てる。デモハンデモハンデモハン。あーたーこれはちょっと発動できないですね。やばすぎる。やばすぎる。やばすぎるこれ。どうしよう取りに行かないとまずいな。来ましたけど来た意味なさすぎちゃん。来た意味なさすぎちゃんだけどあなた。そうだなマイキーのペンチ。これこれ君は攻撃できない。確かし君は攻撃できない。で俺のね3体目のダクマ最後のダクマなんですよこいつ。だから、ね、ちょっとまずいっすよ。いやこれ鳥が怖すぎる。鳥が怖すぎるよアクちゃん。これ絶対全部トリガーだからな。やめてくれよ。やめてくれよ。アクちゃんやばい。うわもうきつい。あーもうバリきつい。バリきついけど突っ込まないとあかんねんこんなの。やばい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 。マイキーのペンチックス弱え。弱えけど出しとくか。出しておく。次だ。仕掛けるの次。仕掛けるの次。で向こうさあれじゃないこれ反動がなくなって終わるとかあるんじゃない。デッキ切れで負けるワンチャン。アクアサーファーまずいっすよ。アクアサーファーまずいっすよこれ。やめてくれメス。やめてくれメス。これクリーチャーこれもはや殴らない。これ殴らない方が基地か。これ除去して勝つ。コントロールバトル。コントロールバトルして勝つしかない。これじゃシール殴りにいけないっすよ。まずいっすよ先輩。まずいっすよ。でコントロールバトルに持ち込むしかないな。ならばコントロールバトルに。これミスった。いや大丈夫。コントロールバトルに持ち込むしかないですね。もうダクマくんが入ってないのでお前のデッキが切れるの待とう。殴れない。これ殴れない。これ殴れないよ。許して。お兄さん許して。とりあえずマイキーのペンチ素出ししておく。お兄さん許して。お兄さん許して。お兄さん許して。ああよし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 。お前はデッキを引きすぎたのだろうこちゃん。お前はデッキを引きすぎた。よし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 。お前はデッキのカードがなくなって死ぬ。パーフェクトデュエルを開始する。何発光様。うわーマジ怖い。パーフェクトデュエル。パーフェクトパーフェクトデュエルすぎる。おおパーフェクトデュエルだった。白王だったわ。マジかよ。チキッタークソあいつ強え。白王強え。なんだあいつやるじゃねえかよ。おいおいルピコじゃねえか。私は二人もいりません。おバロムか。いやあいつどうせねプレイマット詐欺だ。愛の選手君と同じことやってるから。あいつどうせプレイマット詐欺。そうやって数々。ルピコだよルピコだよくさルピコだよスコ。ルピコ殺してやるよてめえ。かかってこいよ。デーモハンターぶっそうなもん持ってんじゃねえか。
ルピコちゃんよ、物騒なのもの持ってるね。悪い子だね、ルピコちゃんは。じゃあ僕がお仕置きしてあげないといけないね、ルピコちゃん。今何時だと思ってるんだ。今深夜に収録してるからね、もう1日過ぎてるんだよ、ルピコちゃん。なんだこの黒い、やばい、やばいぞこいつ。こいつ本当にバロムだ。こいつはバロムを出してくるぜ、ジョーノウチ君。かなりまずいぜ。いやでも俺にはトリガーがついてる。お前のバロムなんて関係ないぜ。いやでもマイキーのペンチが割られちゃうんだよね。そうなるとキシャ男は悪くないですよ。いいカードですよ。とりあえずなんか抜かせてもらいますよ。ルピコちゃんで抜くな、ルピコちゃんで抜くな。よーし、デスモーリーとりあえず取ったのでかい。デスモーリーちゃんを取ったのはでかい。こっちのクリーチャー一体守ったよ。バキュームフェラ、バキュームフェラ埋めて、デモハン取ってきてよな。多分ねブロッカーそんないないと思うんですよ。スパーク埋めます、スパーク埋めます、スパーク埋めて、ちょ切り札を引きたい、切り札引きたい。マイキーのベンチがあっても切り札が引けなければ意味がないの。セルキャノン埋まってくれる。これで埋まったことによって次トップに俺の切り札どっちかどっちか来てくれたらマジ最強。ボルギー伯爵、ボルギー伯爵。除去はね強いっすね、やっぱ黒は。とりあえず出しちゃおう。マイキーのペンチにかける。マイキーのペンチ頼むぜ、頼むぜマイキーのペンチ。バロムが来てしまうかもしれません。ユイボーイ、いやバロムだ。ヤンコクの騎士ザガーンの可能性、ザガーンの可能性ないか。いやあいつデモハンで取っていた方がいい。いやデモハンで取っとくか。あいつはちょっとデモハンで取ります。いやーでもちょっとキリングだけ、バロム捨てたってことはバロムもう1枚あんじゃねえの。あいつバロム手札1枚持ってる可能性、バロム持ってる可能性がでかすぎる。リバースチャージャーでバロムを回収してくるのか。いや何落ちたあいつ。あデスモーリー、いやダークヒドラ、なるほどなるほど。なし、じゃあ私のターン。テンペストザウルス、これ出す意味ある？テンペストザウルス出す意味がまるでなくて、まるでない、まるでなくてまるでない。で次はダークヒドラ出てくる。デモハン埋め、ダークヒルドラが来ちゃう。あいつじゃあまた殺してやんねえとな。あいつほんとわかんねえやつだな。じゃあ殺してやんねえとな。殴ってきてくださいよ。ぼっちでしょ。デスモーリーが帰ってくるのか。まあいいか、デスモーリーぐらい。とりあえずマナ埋めます。オラだってやるときはやる、オラってやるときはやるんだよ。あ、汽車男が言った。とりあえず様子見すっか。これどうする、バロームとか来ちゃう。あ、ガジラビート、やばい。これあれだ、鳥が発動しねえぞ、鳥が発動。テンペストザウルスだったらまあどうでもいい、まあどうでもいい。でデスモーリーでこれ除去祭りが始まっちゃう。いやこれきついか。いやこれバロム、いやもうこれとどめ刺しに行くしかないでしょ。これもうジム行きます、ジム返して。俺ルピコ、俺行くぞ、俺はシールド殴りに行くからな。俺はよ、なめんじゃねえぞルピコ、俺食らいやがれ。ルピコ行くぞ、ルピコお前の終わりだ。ルピコ覚悟しろよ、ルピコ二人もいらねえんだよ、ルピコだよ。鳥が引けんのかてめえによ。引けない、引けませんね、ルピコちゃん。おやおや、これはいけませんね。ルピコちゃんどうやらトリガーには愛されなかったようですね。よし、ザガーン様を信じろルピコ。お前ザガーンを入れてたらまた俺には勝つってかもしれないけどな。ザガーンを入れなかったことがお前の範囲だルピコ。やはりザガーン様が最強、ザガーン最強。この場にいないザガーン様を褒めるな。信じれば必ずシールドトリガーは答えてくれる。シールドトリガーを信じねえやつのことにはな、シールドトリガーは来ねえんだよ。と言いつつ、まこの敵ほとんどがシールドトリガーなんですけどね。何から埋めてく。テンペストザウルス君、君はとりあえず待っててくれ。まだここだけじゃトリガーデッキだとはわからないはずだよ。白鵬君、アカシックサード、アカシックサード、なんて物騒なカードだ。まあ、とりあえず赤埋まってくれたのはいいな。あとはもうブライゼナーガかダクマ君を引かなければいけない。いや、アカシックサードまだ出てこない。大丈夫だ、愛の戦士信じろ。何埋める。ここまで埋めたらもうトリガーデッキだってバレちゃうよ。どうしようプー、トリガーデッキだってバレちゃうよ。ハチミツ、何3マナ、ディメンションゲートは何を加える気なんだてめえ。アカシックサードじゃねえのか。
アカシックサードじゃん。やるじゃない。アカシックサードじゃん。とりあえずシェルキャノンでも出しておきます。はい。はい。テンペストザウルスで焼きます。テンペストザウルスで焼きます。テンペストザウルスで焼きますって3回言って。テンペストザウルスで焼きます。アカシックサード。あいつはちょっと思う存分やらせていい。除去札が強いので。デスハープくん、いやなんか出てきた、やべえやつ出てきた時のために取っとくべきか。マイケのベンチ1枚埋めますからのデスハープくんを並べておきます。置いていいのか、置いとこう、とりあえず置いとこう。これでとりあえずアカシックサードで出てきたやべえやつ、万が一出てきちゃった時も取れる。対処バッチリ。何入った今。エナジーライトでな殴ってくるよね。でも鳥が最高なんすわこのデッキ。悪いねマコちゃん。ホーリースパークはちょっと今じゃないんだな。これが命拾いしましたねボーイ。いやホーリースパークめっちゃお今使い道がないのと、とりあえずアカシックサードという危険なやつは殺しておく。でもさあんまりなんじゃない、このデッキで何が出てくる。だから今こいつ多分何もできない、アカシックサードがないと何もできないデッキなんじゃねえかてめえ。多分そうだ、こいつアカシックサードがないと何にもできないデッキ。ヘブンズゲートだった、何もできないわけはなかった。ちょっとまずいですねこれ。ああちょっとやばいよ、これやばいよ、これちょっとやばいよこれ。ああまずいまずいねこれ、まずいねこれね、まずいっすねこれ。ちょっと来ましたけどまずいわ。とりあえずペンチ設置しないともう死ぬ。ペンチは設置しとく。でこれどの道死ぬんで殴りに行くか、死んじゃうからブロックすんのかな。ブロックしないのはまあ助かってるのかわからないけど、これ鳥が踏んだら終わっちまうんですよね。はい、まあこれで多分殴り殺されるのは確かなんですけど、はい、エルフ、これなんだっけ、呪文、呪文だね、呪文探索。エナジーライト、でもこれはまあ大丈夫、ブライゼナーがでなんとかなる。ブライゼナーがでも存分になんとかなる。なんとかして、なんとかしないとやばい、なんとかしないとやばいんで、なんとかします。ブライゼナーガが、うちのブライゼナーガがなんとかします。とりあえずホーリースパーク系の何かを引かないとちょっと危ういか。これはちょっと助けて、ホーリースパーク引いてくる、ホーリースパークを引いてくる。これデモハンで取るのはまあここだよね。これスパーク使わなくてよかったな、やべスパーク全然使わなくてよかったかもしれないけど、まあ、取れるのはでかいね。これスパーク使う意味、スパーク使う意味がめちゃくちゃなかったかもしれません。ブレインチャージャーからのエナジーライト、はい、いやこれどうする。相手プレイヤーこいつ攻撃できないウンチ野郎だから、とりあえずブライゼナーが2枚目出す必要ある。ブライゼナーガを出す必要はあります。進化速攻飛んできたらまずいって、マジやばいって、進化速攻飛んできたらマジやばい。ダクマくんが来てくれた、次だ。攻めない、攻めなくていいのか、いや攻めない、せめてトリガー踏んだらやべえから。もう除去られる、除去られる、除去られちゃうこれ。うわー、おーおー、あらららら、やべ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 、デーモンハンドか。次のターンだ、デーモンハンド次のターン、エナジーライト大事だ、次のターンだから全然平気。チャラヘッチャラ、チャラヘッチャラ、チャラヘッチャラなので、とりあえずもう攻めに行くしかねえよな、攻めに行くしかねえよな。ここは止めないかもな。これトリプルブレイクになるはずです。はい、まだ埋まってください。トリプルブレイク、デーモンハンド、ここは殴ってこない、ここは殴ってきませんか。ここにしよう、ここここ、これ A 段、これ A 段ですね、これこれ A 段ですよ。ヘブンズゲート、よし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 、強いじゃねえかよ。はい、ここ、はい、ここ、あ、守ってくる、守り保証軍がよ、どうすんだこれ。止め、止め、止めて、止めて、止めてくる。いやこれじゃ、なんだ、速攻で返される、なんだこれ、多分除去はあるね、除去握ってるね。ヘブンズゲート終了のお知らせ、今ヘブンズゲート落ちたよな。ヘブンズゲート終了のお知らせ、来い、来い、おめえは終わるんだよ、悪王、おめえは終わるんだ。ヘブンズゲート来た、やばいやばい。これなんだっけ、パワーが終わる、なんか何段まで、5500以下、みんないねえわ、いねえ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 、いや勝てえ、いや勝てえけど、デーモンハンドでとりあえず取れる。貴
者男とか言ってる場合じゃなくて、いや言ってる場合か、とりあえずデーモンハンド取らなきゃまずいので、デーモンハンド、ガードがカチカチだ。これまたヘブンズゲートだったらどうしよう。ブライズンなんか落ちてくれたの、ま、あ、これホーリースパーク神、ホーリースパークは神、ブロックしねえか、アンちゃん、アンちゃんじゃ、いや、こことここだ、こことここ、ヘブンズゲートあるなよ、あったらやばいからな、これな、ちょっと、やばい、踏んだ、ああ、でも大丈夫、タップだけだから大丈夫、でこれ攻めます、当然攻める、で、向こうはもうトリガーを引くしかなくて、これ1体でも残れば勝ち、スパークで。よし、1体でも残ってくれ、1体残れば勝てる、1体残れば、俺のデッキはトリガーが強い、大丈夫だ、殴られても平気だ、俺のデッキはトリガーが強い、俺のデッキ1体でも残ってくれ、1体だけ残ってくれ、頼む、もうエナジーライト使ってるってことは割と困ってますね、この子割と困ってますね。ヘブンズゲートが引けませんか、白鵬くん。どうやらヘブンズゲートだ、ヘブンズゲートだ、勝った、僕の勝ちだ、白鵬、ブライゼンの赤を侮ったね、ぽいや、いくよ白鵬ちゃん、ヘブンズゲートシスメキ、うおー、最強のリスカデッキの力を見ろ、ブライゼンの赤最強、最強じゃねえか、ブライゼンの赤ちゃん、いや強えわ、ブライゼナーが最強時代の到来だ、最強だ、やはりシールドトリガーを制する者が全てを制するんだよ、ブライゼナーガとダクマ最強。